い、こんにちは。新鉄ちゃんの興味津々、いつもご視聴ありがとうございます。ご心配かけましたけど、だいぶね、体調戻ってきまして、まだ 100% ではないんですけど、今日一日ね、ゆっくりできれば、まあ、ある程度復活できるかなっていうとこまで来てますね。で、今日ちょっと病院にね、最後、ちょっとね、まあ、薬のちょっと間違いがあったみたいなんでね、ちょっと行ってくるんですけど、もう今日一日ゆっくりすれば大丈夫かなと。で、ゆうべはね、まあ、通称キャサリンっていうね、まあ、あれ、何かな、カラオケバーかな、なんかわかんないけど、の友人のところに行ってきました。1時間ぐらいかな、行ってきました。でね、彼というか彼女というか、ちょっと言い方悪いんですけどね、あの店ね、毎日やってないんですよ。で、僕が今日やるとか、今日空いてるとかって連絡すると、やろうかとかって、まあそんな雰囲気でね、何時がいいって言ったら何時っていう。で、そんな感じでね、あんまりね、あの商売自体をやる気がないみたいで、ただね、彼は、まあ元歌手で東京とかね、大阪とかいろんなとこやってて、まあ桑田正宏さんとも、まあ本当に仲良しだったんですよ。で、結構相談にも乗ってくれてね、いろんな、まあ歌を歌うとこではあるんだけども、僕はまあ歌も歌うけど、どっちかというとね、やっぱり相談事とか、する友人でね。だから、まあ、YouTube 上はね、歌歌ってるとこしか出しませんけど、ほんとね、まあ、年は上なんですけど、いろんなね、ことを乗り切った人なので、まあ、自分のね、今の気持ちとか、そういうものを聞いてくれる、まあ、人間でね、まあ、自分がちょっと行き詰まったりしたら、行ってね、話をして、2、3曲歌って終わりというね。まあ、それは夕べね、まあ、しんどかったんですけど、まあ、めったに会えないんで、今日からまたずっと休むとか言ってたんで、あ、今日会いに行こうかなと思って会いに行って、で、いろいろ相談してね、ちょっとね、気分がすっきりしました。で、彼はね、まあ、ドライな部分はドライでね、嫌だったらやめろ、嫌いなやつとは付き合うな、変なやつは無視しろみたいなね、まあ、そういう、まあ、単純な人なんですよ。だからちょっとね、話聞いてもらってもすっきりするっていうかね、うん、まあともあれ僕の周りにハムハムがね、うろちょろうろちょろしてるんでね、ハムハムね、もうね、気持ち悪いんですよ、あれもうね、気持ち悪いというかね、ハムハムとそのハムハムの仲間たちと、あとミントね、気持ち悪い。でね、これ中にはね、その17の人の名前言わない方がいいですよっていう人いるんだけど、わからないでしょ、17では。前も言ったけど、でね、やめろという気持ちが僕わかんない。だってやめろという人自体が一番ボロクソ言われてるんですよ。でね、僕はね、あんまりそのね、まあ人間としてとかね、大人としてまあ烙印を押された人たちですから、まあそういった人たちのことをね、名指して悪いこと言ってんじゃないんですよ。僕はその、僕から言うあだ名ね、17は17、誰のことか知りません。でね、僕ね、結構ね、最近ね、思ったことあってね、アンチがコメントするでしょう。で、あのコメントってね、すごいね、僕にとってラッキーなんですよ。で、コメントするのカウントになるから、アンチだろうが何だろうがいっぱい書いてもらう方が最高にいいんです。だから、YouTuber としてはね、悪口だろうが嫌味だろうが何だろうがね、書いてもらうのはすごくいいことなの。だから、ほったらかしにしてね、ブロックなんかせずに、非表示もせずにね、こういっぱい好きなことを書かすのがね、一番 YouTuber としてはラッキーなことなんです。ラッキーだからそのままにしとこうかなと思ったりもするんだけど、なんかね、あの辺のやからね、あの辺のやからとね、僕ね、 YouTube を伸ばしたいとかね、
視聴回数を伸ばしたいとか、そんな気持ちは、まあ、YouTuber はみんなそういう気持ち持ってるんでしょうけど、僕はね、書かれてラッキーというよりも、なんかね、もう大体もう頭、顔とか頭浮かんでくるんでね、あ、これ、ちょっとね、とかね。あ、なんかね、僕の急先鋒のアンチがね、まあ、567にかかったとかね、まあ、いろんな、いまだにね、今ね、結構、X あるでしょ？旧ツイッター。で、旧ツイッターってね、みんなもう敬遠し始めたんですよ。で、僕のそのグループはね、ツイッターに行く、X ね、X に行くアンチの方多いんですけどね、X はね、今もう敬遠されてきてて、X がどんどんどん下火になってきてるんですよ。だから、まあ、下火になった SNS で、好き勝手書くのもいいんじゃないかなと。うん、やっぱり時代遅れもいいとこだなという気持ちでね。やっぱ、あとね、僕ね、IQ が低いって言ったらね、IQ が低いとはどういうことでしょうかってコメントありましたけどね。これね、あえてここで言いませんけどね、皆さんのネットとかで見てみてください。IQ の低、まあこれわかんないですけどね、IQ の低い人がやりがちなこととかね。IQ の低い人はこうだって、そういう法則があるんですよ。で、僕のそのアンチっていう人たちの IQ が僕は低いといつも言うのは、その専門家の人がね、IQ の低い人の言動、IQ の低い人はこういう性格だ、IQ の低い人はこういう行動を起こすっていうね、まあ、一つのね、まあ、セオリーというか、まあ、あるんですよ。で、それにピタッと合うんですね。だから、IQ の高い人はね、逆に言うとね、IQ の高いとやらない行動があるんです。IQ の高い人はやらない行動がある。で、それは言いませんけど、だから、どうもね、僕の周りの人はね、IQ が低い人がやる傾向の行動をする。高い人は絶対にしないことをその人たちはするっていう意味でのね、IQ が低いということを言ったんですね。で、IQ とね、まあ、例えば学歴とかね、あとお勉強とかね、これがね、全部一緒かどうかって言ったら、それはね、ちょっと微妙なとこあるんですけど、総じてね、同じ傾向にあります。だから、お勉強ができる人と頭がいい人がイコールではないけれども、大人になってくるとね、まあ、IQ というかね、大人になってくると経験とか、周りの人の、自分のお付き合いしてる人、まあ、男女じゃなくて、まあ、仲間ですよね。でね、大人になってくると、その仲間の人たちのレベルとか、まあ、グループのレベルっていうんですかね、これがね、もう左右するんですよ。で、大人の時の仲間の、行動とか考え方とか、そういうものが左右するっていうことと、あとはね、一番ね、友達がいない人同士が集まる。友達がいない人同士が、いや、孤独な人たちが集まるから、結局ね、孤独な人同士が集まるとね、お互いをかばい合って誰かを敵にする。まあ、いろんな法則があるんです。そういう意味でね、僕はアンチの人たちの IQ の話をしました。だから、別に IQ をね、測ったわけでないです。ただ、専門家の人たちがね、IQ の低い人がやる行動、IQ の低い人が持ってる考え方、みたいなのがあるんですよ。これは僕ね、科学者じゃないんでね、なんとも言えないんですけど、まあそういうものをね、ずっとね、僕ね、本が好きでね、最近読んでないけど、サラリーマン時代はね、週に2冊ずつ読んでましたから、月にね、8冊ぐらい。で、それを何十年も続けてね、本はね、結構読んだんですよ。で、本読んでね、その本に読んであることがね、事実かどうか別にしてね、知識だけはその本から入ってくるんでね、まあそういう意味でね、IQ っていう話、頭がいいとか悪いとか、頭がいいとか悪いっていうのはね、ちょっとね、こう言い方がね、悪いとかいいとかじゃなくて、IQ だ言いやすいけど、悪いとかいいとかじゃなくてね、やっぱりそれってね、経験から起こるものもあるし、自分の周りの人が、これね、周りの人がね、あんまり賢くなかったら、その人も賢くなくなるんです。
これは不思議なんですね。だから、あの僕のアンチに限らずね、まあ、アンチをどの YouTuber にもいろんなアンチがいるらしいんですけどね、その人たちはね、IQ 以前の問題でね、あのちょっとね、SNS だからって言って調子に乗ってると、近い将来大変なことになるぐらいの今動きがいろんなところであります。だから今ね、やっぱり社会問題として、そう、顔が見えないから、名前がわからないから、住所がわからないから、好き勝手が書ける、アカウントが何個も作れる、これがね今ね、もう分かるような時代になりつつあるんです。だからやっぱり家族がいたりね、子供がいたり、守るものがある人はそのアンチというね活動を、早い段階でねやめた方がまあいいんじゃない。まあ人間はね、やめろって言ってもやめないんでしょうけど、だけど気がついた時に取り返しのつかないことにならないようにね、まあいろいろね、考えるべきじゃないでしょうか。まあその時はね笑いますよ、ハムハムとかレンとかで、ね、笑って大声で笑ってあげます、言ったでしょってということで、さよなら。